オールドカンバー AWM。 はい、どうも、スコレッツ。今回はですね、まあ、その強化されたスカートが使っていこうと思います。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけど、早速やっていきましょうか。シングルにしてやっていくっていう。あ、これさ、今回マップ選ぶときにこうやって、視覚効果がこうやってね、出るようになったっていう、こんな感じに。結構面白いですよね。変わってるんですよ。まあ、実際こんな感じじゃなくて、ね、嵐の半島は中国モチーフですし、東京は日本モチーフなんで、まっちり間違ってるんですけどね。あとこれ嵐の半島、ボットありなしの部屋を選べるようになったっていうね。これでかいですよね。ボットなしにすると、スククイーンしかないって感じになるんですが、一応できるって感じに変わったっていう具合ですね。で、シングルで、一回射撃場行きましょうか。で、まあ、スカーの方からアタッチメントとかつけずにですね、射撃しようと思います。拡張も今ちょっと映しましょう。アシストが変わったんだよな。アシストの強化と発射レートの強化が入っていたんですよね。エイムアシストね、PC ないんだよな。ないからさ、エイムアシストの方に関しては、まあ、検証の仕様がないんですけどね。 OK です。早速じゃあレートの方見ていきます。まあ、若干上がったかな。発射レート若干上がってる。そんな感じの武器になってますね。若干発射レートが上がってるなって感じですね。あと反動が結構なんか割と初段で数発すごい集団するってなってますね。初段がめちゃくちゃ集団するんで簡単に誰でも使えるような武器にやっぱなったなっていう感じの武器ですよね。敵発見。敵発見。まあ、結構スカー使った感じ、比較するとわかりますけれど、反動がだいぶ変わってましたよね。あとはまあ、AKα と MCX 使っていきましょう。まず、AKα の方から使っていきますね。ダメージ倍率が変わったってなってましたけれど、体のダメージとか変わったんかな？一回見てみましょうか。体のダメージね。え、57入ってるやん。やば。それは強え。MCX は ?57 入ってる。頭は ?100。やば。AKα、頭どんだけ入るやろ。多分ダメージ同じじゃないかな。100入ってる。やば。それは強いわ。それはもう強いよね。強い以外の何者でもないって感じ。で、あと一応ね、MCX と AKα の方、サイト構えて撃ってみましょう。まず、AKα からですね。あ、まあ揺れる演出なくなって、真上のハンドになったって感じですね。これはもう比較戦でもわかるでしょう。わざわざ。あと MCX ね。まあ、MCX も同じかな。縦ハンドになったっていうね。右左じゃなくてどちらも縦のハンドになってるっていう。まあ、かなりまあ打ちやすい感じの順にはなったと思いますね。まあ、この二つはまあ比較戦でもありますよね。MCX はもともとこっち側のハンドで、まあ、AKα はなんかグーって上がっていく感じだったんですが、まあ、どっちも結構打ちやすくなったんで、かなりですね、印象変わってくるんじゃないかなというふうに思います。で、あとね、ちょっとルームの方で、あれですね、ちょっと検証したいことがあって、ガトリングガンでどれだけ車が割れやすいかっていうのね、やっていこうと思います。まずね、このセラン破壊してみましょうか。いきますよ。え、マッハじゃん。やばすぎる。やばすぎる。いや、すぐ破壊できるじゃん。いや、それは強いね。めちゃくちゃ強い。あそこちょっと、少し遠目にあるセランとかどうでしょうね。おー、すげえ。結構すぐ破壊できるんで、これやばいかもしれないですね。車もマッハで破壊できるっていう。まあ、スマホで使ったらもっと簡単にね、反動制御できて、今みたいな遅くじゃなくて、もっとね、早めに壊せると思うんで、これはやばいかもしれないですね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、とても残念なゲームアプリですね、と。残念ですよね。とても残念な。別にケチる部分じゃなかったろっていうパックの配布ね。ケチらんでもいいやんと思いましたよ。マジで。そこケチるんだったら、じゃあ25%じゃなくて10%で配布しろって
ていう。だったら2回できるだろうと思いましたけれど、使い方が下手だな、みたいな、な感じで思いましたね。いや、別にケチる部分じゃなかったと思うんだよな。まあ、それケチらずにさ、マイナスになるものよりも、ケチってマイナスになる部分の方が、ディスアドバンテージとしてさ、でかいと思うんだよな。良いものをプレゼンしてもらうために、公認実況者っていうのをさ、雇って使ってるのにさ、自分たちの手法の中で、それよりも強いマイナス効果で下げてしまったら、世話ねえよな。思わマジで。超非効率やもん。ね、お金をかけてさ、公認実況者たくさん雇っていろいろさ、やってるのってさ、まあ、ゲームをより良く、まあ、見せてほしいからだと思うんですよね。はい。そうやって、より良い、まあ魅力的なプレイっていうのをしてほしいから、まあ、紹介の手段っていうのを使ってほしいから、じゃないですか。なのに、それよりも強い方法で自分らで避けたら、マジで意味ねえもんね。うん、一番その、ダメな方法で避けてるからね。うん。最もダメ。俺がこういう場所でなんか悪く言うよりもダメ。全然ダメだから。最悪じゃんと思って。下手かと思いますもん。仕事。いや、マジでさ、お金の無駄なんだよね。本当に。雇ってるの無駄じゃん、みたいな。思って。そんな下げるんだったらさ。下げるために金払ってるもんやもん。仕事したふりしてるもんね。いや、仕事したふりってか仕事すらしねえし。ね、サボる以下。うん。だってマイナスを生んでるもんね。何やってんだと思いますけれど。で、次ですね。再生数上げるために行動発表と宣言して使いたいとなると YouTube からペナルティとかないんですかと。ないっす。ありません。まずその、まあ、報酬っていう風に見なされないんじゃないですかね。その行動っていうのが。報酬扱いにならないと思うんで、視聴者に配る。まあ、ですので、まあ、基本的にならないですね。で、なるケースっていうのも特殊で、まず報酬が結構高額じゃないといけないですね。まあ、中華の高額なやつとか、あとはスイッチとか、それぐらいの高額なやつじゃないと、まあ規約には抵触しないですね。で、なおかつそういう高額な報酬を使ってチャンネル登録者数を増やすとかしないと、明確なその登録者数を増やすとかしないとならんす。例えば更新ボタンを押しまくって再生数増やしてくださいねとかやったらなれません。高評価数とかでもならんかな。コメントの数とかでもならんと思うんですね。登録者数ぐらいじゃないかな。逆に抵触して。まあ、実際その処罰があるのが。まあ、抵触していても、まず罰則がないものとかもあったりするんで、罰則なかったら実質意味ないわけじゃないですか。まあ、なんですけれど。まあ、具体的に言うと、例えばスイッチをプレゼントしますんで登録してくださいとか、そういうのが逆に抵触します。まあ、あとは、基本的にあまり抵触はしないですね。結局それで、まあ、近年の YouTube っていうのは、まあ、Twitter とかでもそうですけどね。まあ、どんなプラットフォームでもそうですけれど、プレゼント企画で数字を増やすと、指標がマイナスになって、それをした後しばらく自分の数字が伸びたくなるっていう、そんな感じにもうあのアルゴリズム組まれてますんで、やっても意味ないようになってるから、規約に抵触しているし、かつては処罰されていたけれど、まあ、今は処罰すらされないっていうのが本当のところですね。まあ、そういうなんかよくわからんね、なんか意味わからんものを出している人ってのは自然に淘汰されていくだろうっていう考え方で YouTube されてるみたいなんで、まあ、あんまなんかいろいろあるってことはないですね。じゃあ、まあなんでその使用的にマイナスになるかっていうと、例えば僕はツイッターでですね、まあ、そのツイートをして、まあ自分のフォロワー増やしました。で、今までその自分のいたフォロワー 100% 中の 20% の人が自分のツイートにいいねをしてくれていました。ってなった後、自分のフォロワーがプレゼント企画によって、まあ 5% 増えたとします。そしたら 105% のうち 20% の人が、まあ、自分のツイートにいいねをするってことになるんですよね。割合が減っちゃうわけですよ。自分のツイートに反応する人っていうのが。その結果、この人はなんか伸びなくなったな、みたいな。指標が落ちたなってなって、優先順位が下がっちゃうんですよね。その SNS とか動画プラットフォームに置きまして、だからこれ意味ないっていう風になってるんですよ。プレゼント企画はもう時代遅れです。やったところでは意味ないです。通常通りの方法で企画をしても意味ないです。まあいろいろなんか自分で仕組みを組んで、まあ結構まあ複雑ではないですけれど、自分のプラスになるように仕組みを作ってからやらないと、基本的にこれ意味ないっていう風に現状になってますんで、その辺の使い方ってのは工夫した方がいいと思いますし、ただ単純にしているのであれば僕はやめた方がいいと思います。だってお金を払って自分が負ける方に行ってるわけですから、そのバカじゃないですかそれって。ですのでする意味はあんまないですね。で、次ですね。人気のレジャーを多くのユーザーの意見を取り入れ改変するのは当然。でもその裏でライトユーザーが楽しむレジャーを放置するのはどうなのかと、まあ、結構ありますよね。なんかあんま言われないレジャーのバグとかで、最近自分戦役系たまにやってますけれど、戦役系のレジャーとかもやっぱバグいっぱいありますもんね。いっぱいあるよマジで。これ大丈夫なみたいなバグとか、プレイ続行不可能になるバグとか結構あったりしますもんね。まあ、あと普通に3体とかもね、まあ、そこそこ皆さんしますけれど、3体だって普通にリスポーンした後数秒打てないやつとか、まだ治ってねえし、時間差できるし、普通にね、3体も普通にさバグ多いし、チーターの宝庫やしな3体ね。チーターとかの隠れチーターとかの宝庫になってるし、大丈夫みたいな感じで僕もなんか思いますね。うん、そういうところからですもんね。ゲームのほころびっていうのが生まれてくるのは、ちゃんとした方がいいと思うけど、そういうところでね、ライトユーザー落とすんだったら、いくら新規勢取っても意味ないっしょ。ライトプレイヤーはまずそういうレジャーとかから入っていくもんやと思いますので、そこで落としてしまうってさ、マジで意味ねえよな。新規欲しいって言ってるのにさ、いらんのかっていう。こぼすような仕組み自分で作
作るなよっていう。作ってなくてもこぼれていくのにさ、わざわざ自分から作ってるのはおかしいっていう。で、次ですね。もし Apex の運営と声の運営が入れ替わったらと、いや、言うて、エペの運営も微妙っすよ。EA でしょ。EA も結構クソっすけどね。まあ、その会社が大きいんで、部署によって、すごいね、まあ、そこら辺のなんか温度差ってのは変わってくるわけなんですけれど、EA もクソだよ、割と。本当に。昔だったら結構 EA の悪評とかいっぱいありましたし、エペもあってね、そんななんかすごいね、よく運営できてるかっていうと、そうでもないよ。うん、まああれですよね。微妙なこともいっぱいありましたよ。昔あった名作のゲームとかもね、勝手にゴミにするみたいな感じのこととかもよくしてましたし、EA ってね、ゲームの開発は上手いんですけれど、運用はあんま上手くないんですよね。しかもゲーム開発ももうだって自社でね、直接してるってことであんまないんで、下請けのそのいろんなスタジオが作ったやつを EA でまとめ上げてるだけなんで、人の仕事で勝手にいろいろしてるだけであって、EA 自体でなんかいろいろいいものができているわけではないっていう、そんな感じなんで、意外とクソっすよ。